自衛隊の部隊運用で使用する防衛省の X バンド通信衛星、きらめき2号が24日午後4時44分、鹿児島県種子島宇宙センターから H-2A ロケット32号機で打ち上げられた。衛星は約30分後に予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。防衛省が独自の衛星を打ち上げたのは初めて。北朝鮮の弾道ミサイル発射情報の伝達や、国連平和維持活動、PKO、などに従事する国外派遣部隊の通信能力向上を図る。防衛省によると、X バンド通信は気象条件に左右されにくく、高速、大容量通信に優れる。画像や動画がスムーズに送信でき、有事や災害時に広範囲に展開する艦艇や部隊間で迅速に情報を共有できることが期待される。現在、自衛隊の衛星通信は民間の商用衛星、スーパーバード、3機に依存。うち2機が設計上の寿命を迎えるため、同省が独自の衛星を打ち上げる計画を進めていた。同省は当初、1号機の打ち上げを昨年7月に予定していたが、輸送時に損傷。1号機は18年3から9月に延期し、2号機を先行させた。3号機は20年度中の打ち上げを検討している。総額で約2300億円の整備費を見込む。種子島で記者会見した若宮健嗣防衛副大臣は、国益を高め、各国との協力活動を推進するものとして大変重要な位置づけだ、と強調した。打ち上げを担当した三菱重工業の安倍直彦防衛、宇宙ドメイン副ドメイン長は、H-2A は32機中31機が成功し、成功率は 96.9% となった。今後も安定的に打ち上げを提供できるよう心を引き締める、と話した。